まずはコーヒーでも。どうもスタイです。今回は瓜生がアウスベーレンを免れた理由について言及するとともに、石田宗賢の謎について迫っていきたいと思います。以前に瓜生の主流人であるアンチサーシスに視点を当てた彼のアウスベーレン回避理由についての考察動画をアップしました。ある程度知識をお持ちの方なら今回の動画からのご視聴でも問題ないかと思いますが、より理解を深めたいという方はこちらの動画もぜひご視聴ください。ぶっちゃけこの動画を作るのにかなりの時間と思考を要しました。それだけ謎が奥深いです。他の方が提唱されている考察と重複する部分もあるかと思いますが、そのあたりは温かい目でご視聴いただけると幸いです。それでは参りましょう。アウスベーレンについては前回で詳しく解説したので、今回は簡潔にまとめておきます。アウスベーレンとは力の再配分。不要なクインシーの命と力を徴収し、必要なものに分け与え、さらなる力を得て蘇る、ユーハバ派の力の一つです。1000年前の戦争により、封じられたユーハは力を取り戻すべく、9年前にアウスベーレンを決行。これによってゲミシュト・クインシーは絶滅し、エヒト・クインシーのみが生存しました。しかし、ゲミシュト・クインシーであるウリュウは、唯一このアウスベーレンを免れています。一体なぜなのか？答えは明らかにならないまま、連載は終了してしまいました。ただ、ユーハはウリュウについて次のように言っています。アウスベーレンを超え生き残った史上唯一のクインシー。最後の生き残りと表現した。私の力を超える何かがある。クインシーの始祖であるユーハでさえ認知できない何かとは何でしょう。いくつか界隈で上がっている考察のうち、今回は最有力候補である宗賢が何かしらの対策を講じたという見解で考えていきたいと思います。ウリュウがアウスベーレンを免れたのは宗賢が何かしたから。この考察はファンの間でも有力されており、個人的にもこれが最も可能性が高いと思っています。石田宗賢といえば、ウリュウの祖父であり師匠。父劉賢は息子をクインシー関連の事柄から冷たい態度を取りながら遠ざけてきたのに対し、宗賢は孫に特別な修行を施しました。その修行内容や宗賢の作中での言動がかなり意味深で、アニメ千年決戦編でも彼についての描写が増えています。特に注目したいのは、アニメ補完で登場した宗賢の残した手記。実はこれに、ウリュウがなぜ9年前のアウスベーレンを回避できたのかが記されているのですが、我々視聴者には内容は明かされておりません。これは久保先生からの挑戦状と受け取って、散りばめられたヒントをもとに考察していきたいと思うのですが、まず結論を先に申しておきます。ウリュウがアウスベーレンを回避できた理由。それは宗賢による古い手法によって、ユーハバッハの地との神話性を排除したから。これが答えではないかと考えています。具体的にどういうことなのか、順を追って説明いたします。まずはキーマンの石田宗賢についての情報を見ていきましょう。宗賢はかつてバンデンライヒの一員でした。バンデンライヒの敵は死神。皇帝ユーハバッハは人々を死の恐怖から解放するため、生と死が混じり合った世界を目指すべく死神との戦争を企んでいました。しかし宗賢の抱く思想はユーハと真逆ともいえる死神との共存です。この考え方の違いから宗賢は現世に出奔。その際に三霊首都とバンデンライヒ内にある太陽の門に通じる通行証を盗んでいます。現世ではバンデンライヒから厳しい監視を受けながらも、クインシーについての書物をまとめ上げ、ユーハバッハに関する研究を行っていました。宗賢は息子の劉賢にこの手記を託し、劉賢は自身の書斎に厳重に保管。それをウリュウが発見するのですが、そこにはリヒトライヒやバンデンライヒ、千年前の死神との戦争など、クインシーの歴史やユーハについての事柄に加え、先ほど申したウリュウがアウスベーレンを回避できた理由と、ウリュウが何者かについても綴られていました。つまり宗賢はいずれアウスベーレンが来ることを予見していたことになります。となると対象となる孫のウリュウをどうにかして守りたいと思うはずです。そこで解決策を模索した結果、ある答えにたどり着き、ウリュウに対策を講じるとともに手記に残したと考えられます。その解決策とは彼の言動を追うと見えてきます。宗賢が作中でこだわっていたもの、それは古き戦闘方法です。まず重要なのは、彼がバンデンライヒから持ち出した三霊首都。三霊首都とは、またの名をライデンハントと呼び、霊視を高レベルで拡散させる手袋です。これを着用すると、波のクインシーでは強大な拡散力に邪魔され、弓を形成することも至難。しかし、ナノカナノや、着用した状態で弓をなすことができれば、クインシーの極みへと限りなく近づくことができます。
ただしその極みへと到達した場合、霊視の収束力がすでにクイーン神の限界を突破しているため脱ぐことは許されません。もし手袋を外してしまうと瞬時に爆発的な力を得られる代わりにクイーン神の力の全てを必ず失ってしまいます。大きな代償を伴いますが、それによって得た極みとはクイーンシーレッドスティール、三霊使との抑制を取っ払うことで大気中の霊視にとどまらず、ソウルソサイティの建造物でさえ霊視に分解して引き寄せるほどの収束力、霊視の霊族、人間に許された領域を超えた力を手に入れることが可能です。現に作中トップの有能キャラマユリ先生を一撃で戦闘不能にしましたからね。このクインシーレッドシティールですが、作中でキルゲが次のように言っています。クインシーレッドシティールというものは、その脆さゆえに概念自体が200年ほども昔に死滅した過去の遺物です。そんなものに執心していたのは我らの研鑽と進化を拒んだ石田宗賢くらいのもの。このセリフから宗賢はわざわざ過去の遺物である三霊首都を持ち逃げ、クインシーの新たなる進化を拒み古い手法にこだわったことがわかります。なお現在では作中でキルゲが披露していたスクラベライという霊視の収束力を極限まで極めた霊視の絶対霊族が使用されているようです。スクラベライも十分強力な技で力を失うといったデメリットもないので、断然こちらの最新式の方がいいですよね。それでも宗賢はクインシーの研鑽と進化を拒み古い手法にこだわった、何か特別な理由があるはずですよね。ちなみに千年決戦編終盤にウリュウがバールベルトを爆撃で崩壊させると言っていましたが、その崩壊チップは宗賢からもらった三霊首都から作られています。それとここで気になるのが200年ほど昔という時期です。200年前といえばクインシーが死神によって滅ぼされた時代です。おそらくこの事件を機にクインシーレッドシティールも使用されなくなり、それに代わってクインシーホルシテンリッヒが生み出されたと考えられます。死神側がブルートについて把握していなかったことを踏まえると、ブルートもおそらくこの頃から使われ始めたでしょう。宗賢が求めた古い手法とはこの200年前が境で、これよりも前のものになりますね。三霊首都およびクインシーレッドシティールが初めて登場したのはソウルソサイティ編、ウリュウがルキア奪還に向け三霊首都の修行を達成しました。マユリ戦ではウリュウは動かなくなった体を再起させるため、クインシーの最高戦闘霊術乱想天外を発動。マユリ先生曰く、もはや失われた術だと思っていた、文献の中にしか存在しないものだと。私の研究者の中にはその術の片鱗すら使える者はいなかった。それをあの若さで使える者がいるとは、天才というやつか。そしてクインシーの誇りにかけて宗賢の仇を取るため三霊首都を外し、クインシーレッドスティールを発動しました。あのマユリ先生に天才と言わしめることです。人間を超えた領域に踏み込んだウリュウはクインシーとしてとてつもなく才能に溢れていることがわかります。またマユリ先生の発言から、宗賢もマユリ先生の研究対象の一人ですから、宗賢は乱想天外を使用できなかったと解釈できます。いずれにせよ、キルゲとマユリ先生の発言から宗賢は古い戦法にこだわったというのがここでも明確にわかりますね。続いて重要なのはブルート。通常ならクインシーはまずブルートを使えるようにするところから修行を始めるのですが、ウリュウがブルートを使ってきた形跡は作中ありません。ということは宗賢はウリュウにブルートを教えていない可能性が高いです。ブルートとは血液の中に霊視を送り込むことで攻撃力防御力を高めることができる技。純血統のものなら生まれてからすでに備わっている能力ですが、混血統のものの場合相応の鍛錬が必要です。なぜ宗賢は才あるウリュウに攻守ともに超絶便利で強力な技であるブルートを教えなかったのでしょう。結論、それはブルートとアウスベーデンが密接に関係しているからだと考えられます。ブルートの習得には血統で差がある。この差は単純に血の濃さ。なのでゲミシュトクインシーがブルートを習得するにはエヒトクインシーに近づくことだと仮定できます。そうなると考えられるのはクインシーとしての血をより濃くすること。クインシーの血はユーハバッハから始まったものです。つまりブルートを使えるということはユーハバッハから授かった血およびそこに含まれる彼の魂のかけらとの親和性を深める行為といえます。血を濃くすることとはユーハバッハの魂とのかけらとより調和することと考えられるわけです。アウスベーレンとは力の再配分、ユーハバッハが与えた魂のかけらを再び回収し分配する能力です。その魂のかけらを皆持っているからこそ、ハッシュは陛下は全てのクインシーと繋がっておられると発言したのでしょう。しかしそれを持っていなかった場合どうなるのか。ユーハバッハは回収するものがないのでアウスベーレンの対象にはなりません。
つまりこれこそが答えだと僕は考えます。シノコサとアウスベーレンは作中でも関連性があることが示唆されています。実際にアウスベーレンにかけられた勲章を見てみましょう。アウスベーレンによる死因は心臓に銀の血栓ができること。ウリューの母カナエは9年前のアウスベーレンによって倒れ、もともと体が弱かったのもあり、そのまま3ヶ月後に亡くなりました。アウスベーレン直後ではなく死亡するまである程度期間がありますよね。しかし他のアウスベーレンにかけられたクインシー、ロバートやジェラルドはアウスベーレン直後に白骨化して死亡しています。ただ同じリッターのバズビーはそうではありません。明らかにクインシーによって違いがあります。それに死に方も異なり、心臓の血栓云々どころか即座に白骨化しているものもいます。この差は一体何なのか。それはおそらくクインシーとしての血、つまりユーハバッハの血との親和性の高さだと思います。現にジェラルドはユーハバッハの側近である親衛隊の所属、ロバートは忠誠心の高いリッターの古株、対してカナエはリッターではないどころか混血統です。ユーハに近い存在になるほど彼の影響を強く受けているのでしょう。加えてユーハによって補完された要素が多いほど失うものも多いと考えられます。例えば五体満足のものよりもどこかの部位が不自由だったがユーハの力によって機能するようになったというようなものです。ユーハの魂のかけらが体内に多いということは、それだけ彼の血との親和性を深める行為と捉えられます。要はブルートを習得するとアウスベーレンの対象となる、逆に使用しない、いや使用できないものは対象外となるという可能性があるのではないか。アウスベーレンの対象となるのは実はクインシーとしての血統ではなく、そこに含まれているユーハバッハが与えた魂のかけら、これが起因していると考えられます。魂のかけらを全く呼び起こさせない、もしくは完全に排除する、それによりユーハとの親和性を断絶し、アウスベーレンの対象から外す。そのためには過去の遺物が必要だった。だから双剣はウリューにブルートを教えず、古い手法のまま教え込んだ。それによりウリューはユーハの魂を頼らない手法を得得し、彼の力を排除できた。それが功を奏し、ウリューは無事にアウスベーレンを回避。これが僕の考察です。単行本59巻に掲載されている石田家の過去についての話で、姿は描かれていないものの、双剣はヒュンフトツェルトにいる、いつ戻るかわからないと言われていました。双剣はそこで時間も忘れて修行に打ち込んでいたことが伺えます。その修行内容はおそらく三連首刀を用いた修行およびアウスベーレンを回避する研究でしょう。双剣が必死になって取り組んでいるのが実はここで描かれていたわけです。彼の研究が実を結び、ウリューは見事アウスベーレンを回避、ユーハバッハに影響されない史上唯一の異例のクインシーとなった。だから陛下の潔白を仰いでも完全なるシュリフトとして発言しなかったため、シュリフトに監視の座がつかない、こういう流れかと思います。正直大方囁かれている考察と僕の意見もほとんど変わりません。いろいろ考えてみましたが、やはりこれが一番可能性が高いと思っています。ただですね、保険を張る言い訳になりますが、これだと確証を得る絶対的な情報はないんですよね。なのでこの謎については常に考えていき、今後僕の意見に変化が出ればまた動画にしようと思います。何より着目したいのは今後放送予定のアニメ千年決戦編総国譚ですよ。さらなる真相が明らかになるのか。次章も重大なアニオリが展開されていくと予想されますので、とても楽しみですね。以上でウリューがアウスベーレンを回避した理由についての考察を終わります。いかがだったでしょうか。いくつかの動画に分けて僕の考察をご紹介しましたが、あくまでも一個人の考えなので参考程度に留めていただくと幸いです。少しでも情報が欲しいので、皆さんのご意見や考察をぜひコメントでお聞かせください。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録高評価ぜひお願いいたします。